世尊寺の月藤原義隆藤原義隆は、平安時代中期の公家、家人。藤原北家、摂政大城大臣、藤原これ政の三男。中古三十六河川の一人。子に、三席の一人、藤原光勢がいる。父、これ政の失政家で、自重、左平左を歴任する一方、東宮助として、老いにあたる東宮、諸貞親王に仕える。 天六元年兄の巨犬が左この絵少将に任ぜられると、翌天六二年吉高が右この絵少将に任官。兄弟で続けてこの絵少将に任ぜられたことから、巨犬は千少将、吉高は五少将と呼ばれた。天六三年正月には生後石下に除せられる。幼少時より同心が深く、同年十一月にこれまさが没した際には出家を考えたが、 同年に生まれたばかりの子息を見捨てることができず、思いとどまったという。天元2年当時流行した放送にかかり、兄、巨犬と同日に21歳の若さで没した。同じ日の朝に巨犬が、夕方に、吉高が死亡したとされる。仏教への信仰心が厚く、信仰心を示す逸話が伝わっている。一方で容姿に優れ、月明かりの夜に歩く姿。 天井人形の降落にカビを押さえたいで立ちで、参加した姿、一条左大人帝の梅の木に、雪が積もっていたのを倒って、雪が脳死にこぼれかかった姿などが、大鏡で絶賛されている。周囲は歌集以下の直線は歌集に十二種が日集歌集に、吉高集がある。吉高の信仰心を示す逸話として、以下のようなものがある。中気のないものは、 中古河川36人伝による、中期のないものは、尊比文脈による、ありがとうございます。